かんぴょうを知らなければなりませんね。食べたことありますか？かんぴょう巻きとか、おでんの餅巾着や昆布に巻いてあるやつなら食べたことあるぞ。ごく一般的な食べ方ですね。よろしい。では、私から一品素敵なお料理をご紹介しましょう。イサム、行きますよ。わー！ここは一体何ですか？ここは下野市笹原にある企業組合ランドマームの厨房。ランドマームとは大地の母という意味で、郷土料理やお弁当などを製造して販売しているの。へえ、大地の母か。ここで一体どんな料理が？今ちょうど作っていますよ。これは下野ブランドにも認定されているかんぴょうの八幡巻き。下野市の特産品、生産量日本一を誇るかんぴょうを使って作られているの。お正月にもぴったりのお料理ですよ。素材もとってもシンプルでヘルシー。ごぼうと人参、鶏肉、油揚げ、そしてかんぴょう。かんぴょうってこんなに長いのか。でもこれぐるぐる巻いているだけだとほどけたりしないのかな。それは調理師さんの腕、巻き方もコツがあるそうよ。うわあ、あっという間に。早いけどとても綺麗に巻けてる。あとは30分ほど煮込んで完成。うわあ、すごくいい色。とってもいい香りがする。甘くてどこか懐かしい香りに感じますよね。まさにふるさとの母の料理ですね。さあ、完成ですよ。うわあ、美味しそう。人参の明るい色とごぼうの落ち着いた色の組み合わせが綺麗だ。市松模様で日本を感じさせ、華やかさも演出していますよね。おめでたい感じがして、お正月料理にもぴったり。そうですね。もちろん普段の食事のおかずとしても食べられていますし、お酒のお供にも最適なのよ。食べたいけどこの体じゃな。残念。そういえばかんぴょうって白くて長いものだったけど、もともとは僕の今の姿なんですよね。どうやってかんぴょうはあの紐状になるんですか？いいところに気がつきましたね。わあ！わ、わ、わ、すごいかんぴょうがいっぱい。イサム、かんぴょうとは干すひさごと書いてかんぴょうと読みます。ひさごとはひょうたんや夕顔の総称。つまりかんぴょうとは夕顔の実を干したもののことを言うのよ。僕の今の姿は夕顔の実なんですね。その通り。知らなかった。じゃあこれから学ぶのは夕顔がかんぴょうになるまでってことですね。少しはお利口になったようで安心しました。さあイサム、見学させてもらいましょうね。まさにプロの技術ですよね。まだ中身が残ってますよ。よく見てみるとわかるけど、今剥いた白い部分の内側はスポンジ状になっている綿の部分なの。本当だ。よく見ると途中で変わってる。地域によっては中の綿も汁物たりして食べることもあるそうですよ。かんぴょうって無駄なところがないんだな。そしてあとは乾燥させると、お店などで売っている帯ひも状のかんぴょうになるのですよ。たくさん並んでると白くてゆらゆら揺れて、とっても不思議な光景だな。女神ありがとう。とっても勉強になったよ。まだまだ知ることはたくさんありますよ。これからも下野市のことをしっかりと学んでくださいね。うん、かんぴょうのこと、そして夕顔のことを知ったら、この姿も愛嬌があってなかなかよく思えてきたな。それに下野市の人たちって本当にあったかいんだな。まだまだ学ぶべきことはたくさんあるのじゃ。これからも下野市のことを学び、かんぴょうを食しめでるのであるぞ。は、はい。それでは、さらばじゃ。そうだ、かんぴょう買いに行こう。今回のブランドは、かんぴょうとかんぴょうの八幡巻き。早速買いに行くことにしたぞ。
女神が道の駅下野がおすすめって言ってたっけ。よし、行くぞ。